大粒で甘いブルーベリーの収穫が岐阜市の農園で体験できます。岐阜市中西郷、岐阜市立西郷小学校の西隣にあるブルーベリーハウスつっとも農園、代表の辻智弘さんはトマト農園を営んでいましたが、栄養価が高く採れたてのブルーベリーを現地で味わってもらいたいと4年前からブルーベリーの栽培を始めました。先月26日に収穫体験ができるブルーベリーハウスをオープンし、通常6月頃が旬のブルーベリーをいち早く味わうことができます。ビニールハウス内で栽培してますんで、ビニールハウス内のその寒暖差と、あと雨がかからないことで甘みがとっても凝縮してます。ビニールハウス内なんで、やはり少し病害虫が出やすくなってまして、普通は農薬散布をするんですけど、極力農薬を使わないように点滴とか微生物とか入れながら、化学合成農薬を極力使わないように栽培をしています。ハウスは3840平方メートルの敷地に1800株のブルーベリーが栽培されていて、国内最大級の農園になります。粒は大粒で最大で500円玉サイズ、糖度はメロンを超える18度もあるそうです。甘くて美味しいです。収穫体験の後は農園特製ブレンド茶や自家製ブルーベリーソースをかけたアイスクリームの無料サービスもあります。今すごく甘い実がなってますんで、お早めに来ていただけますと、美味しい、甘くて美味しい実が味わうことができますんで、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。つっとも農園のブルーベリーは6月上旬まで収穫体験ができるそうです。つっとも農園のホームページから予約いただくと割引サービスもあります。ぜひ皆さん味わってみてください。心重なる CCL、 心重なる